エモーションエンジンはソニーコンピュータエンタテインメントと東芝によって開発され、主にプレイステーションに向けに設計、使用された MIPS R5900 ベースの128ビットレスクマイクロプロセッサである。実質的な光景はプレイステーション3におけるセルブロードバンドエンジン。本校では同じくスによって開発され PS に向けに設計、使用された GPU グラフィックスシンセサイザーについても扱う。この2つのチップはセットで使われることが多く、当初は独立したチップであったが、後にワンチップ化が行われた。CPU コアの不動小数点演算ユニット以外に、プレワを採用した2系統のベクトル演算ユニットを搭載する。 そのため、フプおよびに系統の美を合計した、不動小数点演算能力は、ピーク時で6.2グフロップスとなった。また、ドマコントローラが統合されており、内部の各ユニットを128ビットバスで接続した、世界初の完全な128ビットプロセッサでもある。メインメモリとは、 ラムバス社のダイレクトドラムインターフェース2チャンネルにより 3.2Gbps のメモリ帯域で接続されている。また、イメージプロセッシングユニットと呼ばれる MPEG-2 デコーダーユニットを内蔵し MPEG-2 形式のビデオを単体で再生する能力を持つ。PS2 が発売される前の1999年、当時のス社長だったくたらぎはこのチップを ゲーム機での採用だけにとどまらず、マルチメディアワークステーションにも活用する構想を明らかにしていたが、結果として、ソニー製品としては、PS2 と PSX、例がクオリア005以外での採用は特になかった。ちなみに、くたらぎは PS3 の CPU であるセルブロードバンドエンジンでも同様の構想を明らかにしていた。また、ナムコとヤマサが、 パチスロ用基板 P246 を共同開発する際 GS と共に EE も採用された。初期の PS3 にも PlayStation2 用ゲームソフトの互換性を確保するために EEGS が搭載されている。その後 GS しか搭載していない一部モデルを経て PS3 における PS2 ゲームソフトの互換性は廃止された。グラフィックスシンセサイザーは 巣によって開発され、主に PS に向けに設計、使用された GPU。4MB の DRAM を混載したことによって、2560bit という超高帯域のバス幅を備え、合計 48GB 秒という転送速度が特徴。その他のスペックとしては、ピクセルエンジンと呼ばれるパイプラインを16機備え、147.456MHz で動作する。 なお集積トランジスタ数は4300万250ナノメートルプロセス製造で大面積が279平方ミリメートルとなっており、発表当時としては PC 向けハイエンドチップの2倍以上の規模であった。グスキューブ16は p s にアーキテクチャをベースにメインメモリを4倍の128メガバイトにした、たエモーションエンジンと、サ菜メモリを32メガバイトに増量した。 グラフィックスシンセサイザー I-32 をそれぞれ16機搭載したグラフィックワークステーションのプロトタイプである。形状は正方形で上部に GS ユニットの稼働状況を表すイルミネーションが搭載されている。単独で稼働するワークステーションではなくホストシステムを必要とする。また、チップを64個並列に搭載したグスキューブ64や さらにそれを拡張し42000ピクセルで 120fps での映像出力が可能なワークステーションも予定されていた。ありがとうございます。